あーん、あーん、あーん、あちっ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 、あどうも皆さん、こんにちは、刑事チャンネルです。というわけで、今何をしてたのかって、それはあれでしょ、本田翼ちゃんに麻婆豆腐をあーんしてもらう練習ですよね。本田翼ちゃんちじゃなくても、若干口が回ってないね。そんな気持ち悪い練習をする必要があるのかって、皆さん大思いだと思うんですけれども、チャンスはいつ訪れるかわからない。その時のトレーニングをできていたものだけがそのチャンスを手に入れることができるのだ。ということで今日はですね、2019年7月に発売されるプレイステーション4の新作ソフトをダダッと紹介していきたいと思いますね。前半の下りは全く不要です。はい。というわけで、行ってみましょう。では7月2日発売されます。こちら。ファイナルファンタジー14漆黒のヴィランズ。世界累計アカウントがなんともう1400万人を突破しているという大人気 MMORPG のですね、ファイナルファンタジー14の最新の拡張パッケージとなっておりますね。新エリア。新しい物語、それにレイドやダンジョンとかいったそういった新しいコンテンツも追加されますし、まあ、各種システムの改良といった形で、まあ、既存プレイヤーの期待も相当に高いことでしょうね。なんか特別版のさ、フィギュアがついたコレクターズ版とかもう相当かっこいいフィギュアがついてくるよね。あれもう売り切れてるのか、もう売り切れてるのか、早いね、ああいうのはね。もう気づいたらすぐ買わなきゃダメですよね。ということでね、ファイナルファンタジー14やってた方なんかは楽しみでしょうし、新規に参入したいっていう方も多いんじゃないでしょうか。やっちゃえ、やっちゃえ。やっちゃえ、日産、日産じゃない。続きまして、7月4日、ゲームオブザイヤーエディションとして2本のゲームがお買い得となります。コールオブデューティーブラックオプス3と、コールオブデューティーワールドウォー2の2つです。それぞれ、すでに販売済みのダウンロードコンテンツを入手できるシーズンパスなどがセットになっております。そしてなおかつお買い得って、これたまんないよね。これね、ワールドウォー2が5900円、ブラックオプス3が3900円となっておりますね。アメリカの市場調査会社によりますとですね、今日なんか口回んないね。市場調査会社によりますとですね、プレイステーション4の歴代の売上ランキングの中で3位がワールドウォー2だそうでした。5位がブラックオプス3だそうなんですね。そして10月にはですよ、新作のコールオブデューティーもやってくるわけですからね。まあどちらかのコールオブデューティーで練習をしておくか、あるいは両方を遊んでしまうかというところですよね。近未来戦がお好みであれば BO3 でいいかなと思いますね。第二次世界大戦のような感じのバトルが好きであればワールドウォー2がいいんじゃないでしょうか。続きまして、7月4日発売、進撃の巨人2ファイナルバトルということで、立体駆動の動きがかなり迫力があって、まあ、非常に人気のゲームであります進撃の巨人2ですね。これのアップグレード版の登場となっております。進撃の巨人2をもともとお持ちの方であれば、4800円でアップロードできるダウンロード版があるということですね。お持ちでない方も、テレビアニメのシーズン3の追体験ができるこのファイナルバトルなんですけども、シーズン1、シーズン2も収録されているということですから、初体験の方もこちらのご購入でたっぷり遊ぶことができますね。進撃の巨人の世界をね、存分に楽しめるわけですから。新規プレイアブルキャラクターや新モードも追加されておりまして、さらに遊び応えが十分になったこのソフトっていうのは、7月の目玉作品の一つとも言っていいのかもしれませんね。にしてもね、このゲームのね、オンライン対戦のモードでね、捕食モードってあるんだけどね、すっごいよね。え、そっちみたいなね、巨人になっちゃうのみたいなね、その発想のぶっ飛び方よね。続きまして、7月4日発売、キックスアーク。恐竜のいる世界でサバイバルするアークサバイバルエボルブドっていうゲームがね、非常に人気がありましたよね。あのゲームがね、マイクラっぽいボックスの世界でできちゃっておりますからね。まあ元々のね、アークサバイバルエボルブドもね、リアリティがあって、ちょっとダークな感じのね、オリジナル版もあれすごくね、魅力的なんですけれどもね、マイクラっぽい雰囲気で楽しむアークはね、とってもとっつきやすいんじゃないかと思います。そして、可愛くなってます。可愛くなってます。オフラインでも遊べるんだけども、オンラインだと同時に70人接続できちゃうっていうわけですからね。これみんなでワイワイ遊んだら楽しそうだよね。ゲーム実況者向けのゲームだななんてちょっと思っております。買っちゃおうかな。恐竜を飼いならしてね、一緒に戦ったりしてもいいですし、クラフトして家を作って、まあ、いろんなものを作っちゃったりして、見た目は可愛くなってるけれども、内容はね、アークの魅力がすごくぎっしりと詰まっております。いや、さらにパワーアップしてるんじゃないかなって思いますよね。これも目玉だと思いますよ。続きまして、7月4日発売、
BQM ブロッククエストメーカー、こちらはダウンロード専用のインディーゲームなんですけれども、これもねなんかブロックの世界のゲームってちょっと思っちゃうんですけれども、実はこのゲーム自分でダンジョンを作っちゃうゲームなんですよね。モンスターを倒したら仕掛けが開くだとか、スイッチを押すと仕掛けが開くだとか、さまざまな仕掛けを用意して作ったダンジョンをオンライン上に公開して他の人にみんなに遊んでもらったりすることもできますし、誰かが作ったダンジョンにもちろん挑戦することもできるよね。もともと120種類ぐらいのダンジョンが用意されているということなので、作る上での参考にするでもいいですし、ただダンジョンを攻略したいっていう人にも楽しめちゃったりするかもしれませんね。結構ねアイディア勝負なゲームですよね。続きまして7月5日発売、シー・オブ・ソリチュード。非常にねこう幻想的で、どこか不気味さもちょっと感じさせるかもしれないんですけれども、怪物になってしまった孤独な少女の旅を描いた感動的な物語です。ぶっちゃけめっちゃ遊んでみたい、これめっちゃ遊んでみたいです。さまざまな怪物たちの悩みをね、ちょ、噛むね、悩みを解決していき、なんかね、水没した都市がゲームのベースになってるっぽいんだけども、水面の高さがね、主人公の精神状態を反映して水面が上がったり下がったりするの、するそうなんですよ。噛む。まあ、こういったね、人の内面を深掘りするような物語っていうのは、時として我々の心に深く突き刺さりまして、何か大事なことに気づかせてくれるきっかけになってくれるのかもしれないななんて思っております。いやーゲームって本当に素晴らしいですよね。あらららいけ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 、あ、動画の途中ですけれども皆さんにお願いがあります。この動画もし楽しいと思ったら、ぜひグッドボタンを押していただけると嬉しいです。もう一本ぐらい別の動画見てあげてもいいよって思った方は、ぜひチャンネル登録お願いします。あぶね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 、お願いいたします。ということで、では皆さん動画の続きをどうぞ。あー死ぬ死ぬ死ぬ、あぶねあぶねあぶね。続きまして7月18日発売、不思議の幻想郷ロータスラビリンス。不思議の幻想郷シリーズの最新作、なんかねもう25作品目だそうですね。不思議の幻想郷っていうのはですね、もともと同人ゲームの東方プロジェクトを題材とした二次創作のゲームであるんですけれども、ダンジョン探索 RPG となっております。俗に言うローグライクっていうゲームですよね。ダンジョンに入るたびにダンジョンの配置が変わりまして、まあダンジョンに入るたび毎回レベル1からスタートする。大体こういったゲームっていうのは主人公、まあ一人とかでダンジョンに挑むんですけども、なんとこのゲームはですね、何十人も仲間を引き連れていけるっていう話なんですよ。すごいぶっ飛んだ仕様の個性的なローグライクゲームとなっております。もちろん仲間が不要なら一人とか二人でもいけるんですけどもね、で、たくさんの仲間はね、こう、正体を編成してね、こう、別行動させたりすることもできるらしいんですよね。もう軍隊だろ、そうなったらね。続きまして7月18日発売、ジャッジアイズ死神の遺言新価格版ということで、なんやかんやあった神ゲージャッジアイズでございますよね。キムタクが扮する探偵の主人公は元弁護士となっております。そんな魅力あふれる主人公が龍が如くでおなじみのカムロ町で大暴れしちゃうわけですね。まあ大暴れするだけじゃないんだけどね、このゲームはね、はっきり言って超面白いゲームです。新価格版となってね、新しく登場ということなので、出演されておりましたピエール滝さんは今作品ではですね、キャラクターとボイスが差し替えられておりますということだそうです。で、これ今の部分言う必要あった？ね、あった？とにかくいいゲームです。続きまして7月18日発売、プロ野球スピリッツ2019、リアル野球ゲームのもう決定版だよということでですね、実績データをもとにリアルな AI のプロ野球が楽しめるようになっておりますね。で、これね、このゲーム、プロ野球言うてんのに、甲子園スピリッツっていうモードがありましてですね、甲子園を目指す選手を育成するっていうですね、すっげえ面白そうなモードが入っちゃってるんですよね。まあ、大体そういうモードのね、マネージャーっていうのは可愛かったりするけどね。ね、何の話だ？ドリームリーグっていうですね、監督として、まあ、選手を集めてオンラインで対戦とかできるモードとかもあったりします。とにかく野球ファンは必見じゃ。続きまして7月18日発売、キングダムカムデリバランスね。あれこれちょっと8月発売予定だったのに延期したね。延期した理由は何？さらなるクオリティアップのため。いいじゃないの、いいじゃないのね、期待しちゃいますよね。1403年のリアルな中央ヨーロッパを描いた一人称視点のゲームとなっております。ストーリーメインでですね、なおかつ結構ハードコアな仕様になっているこのゲームですね、パソコン版でも大きな話題となっておりました。
人をめっちゃ選ぶこのゲーム、突き刺さる人にはやたらと突き刺さると思うよ。6月のね、ゲーム紹介の動画でですね、また紹介してますので、そちらの動画もよかったら合わせて見てくれると嬉しいなと。続きまして、7月24日発売、東京2020オリンピックザ・オフィシャルビデオゲーム TM ということで、さあオリンピックのゲームですよということですね。全部で14種類、それ以上あるのかな。公式ホームページを見る限りは今のところ14種類に見えてるんですけれども、皆様、それぞれチェックをお願いいたします。それはたくさんの種目がですね収録されているこのゲームにはですね、 100m 走からハンマー投げまである、ボクシングもサッカーも卓球もあるぞというですね、自分の分身となるアバターを作って各種競技に挑んでいくというゲームですね。あのね、こういうゲームって結構昔からやっぱりあるじゃないですか。オリンピック関係とかね、まあオリンピックだけじゃなくて運動会みたいなゲームもありますし、デカスロンみたいなゲームもあったと思うんですよ。みんなで遊ぶとこういうたくさんね種目があるゲームって盛り上がるんですよね、めちゃくちゃね。で、今はオンラインでも遊べる時代になっておりますので、友達とあるいはどこか知らないライバルと熱いオリンピックを繰り広げてもいいんじゃないでしょうか。続きまして、7月25日発売、キルラキルザゲームイフということで、大人気のテレビアニメのゲームがですね、対戦アクションゲームとなって登場いたしました。アークシステムワークスとアニメーションスタジオのトリガーがですね協力して作ったため、すっごいアニメっぽい感じのアクションになってるんですよね。簡単な操作で楽しめる対戦アクションになっておりまして、一人用でも十分に楽しめるそうなので、それぞれのペースで遊べるんじゃないでしょうか。で、まあこのゲームあれだな、結構アニメの登場人物はケツが出てるな、おいケツがさ。まあ何が言いたいかっていうと、アニメは好きなんだけどゲームはちょっとだっていう人も、ゲームは好きなんだけどアニメはちょっとだっていう人、どちらにも楽しんでもらいたいっていうこと、そんな人たちにもぜひ遊んでもらいたいぜ。続きまして、7月25日発売、メイキングラバーズ、恋愛アドベンチャーゲームですね。まあ、もともと、まあ、18禁だったということもあってですね、また例によってパソコン版のね、ホームページ見に行ったわけなんですよ。したらもう、ギャーもう、やらし、やらし、良い子は見に行っちゃダメだよ良い子は。このゲームはですね、女の子と交際してからゲームが始まるっていうですね、あの恋愛アドベンチャーって付き合うまでの過程を描いてるものってすごく多かったりするような気がするんですよ。多くない？多くない？ね。僕あんまりちょっとその辺のゲームね、あの守備範囲外だから分かんないんだけど、そんな気がしてたりするんですけれども、大事なのは付き合ってからだということなんですよね。ということでね、すごい男気溢れる感じの内容のゲームとなっております。ということは、途中で違う女の子のルートに変更とかできないのかな、これできないのかな、ね、違う攻略ルートに行くとか、それダメダメダメだよバカ、ダメだバカ野郎。続きまして、7月25日発売、スパイクバレーボールということで、全国8500万人のバレーボールファンの皆様、お待たせいたしました、リアルバレーボールゲームが PS4 に登場となっております。これもね、簡単操作でリアルなバレーが楽しめるということなんですが、オンラインモードとかキャリアモードとかもあります。男女合計50チームがですね、収録されているっていうことですから、まあ男の人も女の人もですね、まあバレエやってたんだよっていう人はね、ちょっとね、青春時代を思い出しながらちょっとやっちゃうのもいいんじゃないかななんて思います。これ言っちゃったらまずいかなって思いながらも言っちゃうんだけれども、ちょっとね、女子選手若干セクシーだよね。ちょっとセクシーですね、はい。次はですね、発売日ちょっとまだですね、まだ未定のものです。一応7月発売の予定にはなっておりますが、こちら、ザ・ニンジャ・ウォーリアーズ・ワンス・アゲインということで、アーケード・スーパーファミコンにあったニンジャ・ウォーリアーズの登場だってことなんですよね。スーパーファミコン版に登場したものをベースに、今作品で初登場となるキャラクターを追加してやってきちゃったっていうことです。またですね、二人同時プレイもできるんですよ。当時遊んでた方、もう夢のようなことが今から巻き起こります。買っちゃえ買っちゃえ、でいつ発売すんのさ、いつさいつさいつさ、あれなんだよね、ベルトアクションみたいなゲームで、ちょっと私も今ハマっててね、買っちゃおうかなって悩んじゃったりもしてるぐらいなんですけれども、続いて、続いてもですね、7月発売なんですけれども、発売日ちょっとまだ未定です。こちらリーサルリーグブレイズ、これね、かなり個性的なゲームなんですよね。ボールをぶつける対戦ゲームとなっております。え？って思いますよね。思いますよね、これね。一つのね、球をですね、こう、パコンって打って、打つっていうのはバットもあれば、バットじゃないもので打つ人もいるんですよね。まあ、この、打った球が、パン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 って跳ね返って、それを敵にぶつけるっていう、そういう対戦ゲームとなっております。で、その球はもうどん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 スピード速くなっていくんですけども、球は一球しかないので、ね、自分がね、パンって打った球、要は自分が支配してる球は自分には当たらないとかっていう、そういうようなシステムになってるんですね。もうね、
結構ねスカッとする感じの要素満載のゲームとなっておりますね。対戦は1対1だけではなくてですね、4人まで、まあ、複数対戦参加可能なゲームとなっております。これもねちょっとね、今まであったものとは随分と新しい雰囲気のゲームになっておりますね。魅力いっぱい。さあというわけで、2019年7月発売のゲームですね。まあファイナルファンタジー40やってる人はね、今月はねファイナルファンタジー40の新しいものをね、新しいものっていうかちょっとあれだけどね、ちょっと新しいアップデートでね楽しんじゃうのかななんて思いますけど、まあ俺どうしよっかな、どうしよっかな、シーオブアティチュードではなくてなんだっけ、あれあれシーオブソリチュードね、シーオブソリチュードね、ちょっとあれすげー魅力的だなと思ってます。ああいう雰囲気に弱かったりしますし、ピックスワークも良さそうだななんて思っておりますね。ただね、まあ、2019年これからね、後半にかけてさらにたくさん面白いゲームがいっぱいいっぱい出てきますからね、ご利用はご計画的に。なんだかね今日ね口が回らないということでここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃねー。